通常フェイスでメガネなしだとこんな感じです。いや、これもいいね。こんにちは、ゆきよです。今回はプラモデル総裁少女庭園シリーズのアフタースクールレトロデスク、こちらを組み立てていきます。それプラス高梨こよみちゃん本体の塗装も施していこうと思います。ではセット内容を見ていきましょう。はい、この箱のセット内容はチェア、デスク、スタンド、そしてブックですね。ブックは高梨こよみちゃん本体についているものと同じものですが、カラーリングが異なっているようです。そして、一番の目玉はこれですよね。はい、高梨こよみに対応する新規造形の目閉じ顔、表情パーツは塗装済みタイプと未塗装タイプの2パターンが付属。はい、こちらの目閉じですね、こちらがついております。いや、これがあるからね、デスクも逃せないよね。はい、4面のデザインはこんな感じ。はい、それではね、開けていきましょう。早速ね、スパッとオープン。あ、なんかねいつもの癖でガムかラムネか入ってないか確認しちゃいそう。はい、内容一覧です。ランナー A、B、C、D、E 飛んで F、 そして V、Q、 フェイスパーツにデカール。 V、Q ランナーはやっぱり小読みさんに入っていた本と同じランナーですね。そして塗装済みフェイスパーツ、無塗装のフェイスパーツに目閉じの、はい、こちらデカールですね。説明書の表です。裏面、はい、レトロデスク完成です。というわけで、総裁少女庭園第2弾の高梨こよみちゃんの部分塗装をしていきたいと思います。まずはコンパウンドでメガネを磨きます。これによって透明度を上げる感じですね。怒り顔の方が磨いた方、そちらの方がね、透明度若干上がっているのがわかると思います。メガネのリム部分はちょっとあまりにもフレームがね、細すぎるので爪楊枝で塗っております。ここ筆で塗るのはかなり難しいと思います。まあ、ガンダムマーカー使うのが一番いいかなと思いますけどね。塗膜がちょっとあんまり信用できないのでね、普通のラッカー系の塗料を爪楊枝で塗っております。カバンの金具部分ですね、金と銀で塗装していきます。これはブレザーのボタンですね、金で塗ります。袖口の部分のボタンも金で塗る。シルバーの部分ですね。はい、それではレトロデスクとこよみちゃんの塗装が完成したので、ぐるっと一周見ていきましょう。はい、ぐるりと全体はこんな感じになっております。はい、塗装後のこよみちゃんを近くで見ていきます。ローファーは全く手をつけてないですね。最初から黒光りしていたのでそのままにしております。ソックスから上はね、つや消しを拭いております。そして膝裏と膝小僧の部分に少しだけシャドウを入れております。はい、それ以外の部分も、全部基本的につや消し塗装ですね。で、カバンですね、ボタンの部分、そして金具の部分は金銀で塗っております。それ以外にもちょっとね、黒でシャドウを入れております。そして萌え袖ですね、この袖の部分、ここ白で塗っております。はい、ここ気になる部分だったからね。ただこれ軟質素材だからね、動かしてるとちょっと剥げてくるかなって感じがしますね。まあんまり動かさないようにした方がいいかな。そして袖の金ボタンですね、これ左右2個ずつここ塗っております。それ以外にも、センターのね、この部分ですね、金ボタン、ここ塗っております。はい、まあそんなとこかな。ボディは
で、頭部ですね。頭部はちょっと気合い入れましたね。まずメガネですね。先ほど制作工程でも見てもらったように一旦ね、磨いております。そのおかげでね、かなりレンズがクリアになりました。そして縁ですね、縁の部分を塗っております。ここはね、ちょっと筆で塗るのが難しいぐらい細かい部品なので爪楊枝で塗りました。で、髪の毛ですね。髪の毛は、全体的にシャドウを入れて、そしてハイライト部分をね、少し明るい色にしております。はい、そんな感じですね。限定カラーも近くで見ていきましょう。基本的に塗装工程は通常版と変わりないですね。はい、そしてカバンに関してはね、もともと成型色自体も一緒なので全く同じものです。塗った部分は、萌え袖に袖の金ボタン2つ、そして正面の金ボタン2つ。まあ本当に塗装工程は一緒です。で、髪の毛のグラデーションですね。こちらはね、明るい色、元から明るすぎたのでシャドウをね、茶色、濃いめの茶色で拭いております。元の成型色の色がね、ハイライトに来るようにしました。はい、こんな感じですね。そして、メガネですね。メガネは基本、磨く工程は同じ。そしてリムの色はちょっとピンクすぎたかな。パッケージ写真ではね、ピンクと紫の中間ぐらいの色だったんですけど、ちょうどね、桜ミクのピンクがね、買って使わずにしまってあったので、それを使っております。はい、こんな感じですね。本は艶消し塗装で仕上げて質感を出しております。それぞれ通常版、限定版、レトロデスク版のカラーになってます。白い本は全部一緒ですね。その他オプションパーツ類、通常版のスマホと限定版のスマホ、手首は萌え袖の部分を白で塗っております。そして本体のメガネ、とりあえず公式カラーの暗めのレッドで2つで、閉じたバージョンも暗めのレッドですね。それ以外の色は適当な色で塗りました。黒、青、ピンク、そしてこちら赤なんですけど、上を塗っておりません。まあ、アンダーリムっぽく作っております。そして1個予備でついてた髪留め、こちらはアンダーリム塗った時にね、一緒についでに塗りました。そしてフェイスパーツ、上段のこの4つは元から塗装がされていた塗装済みパーツ、そしてつむり目、こちらはレトロデスクに付属していた限定パーツ、そして下の2段は無塗装パーツの改造ものです。元の表情と同じものは作らないようにしました。通常の笑顔に対して右向きのカスタム、そして左向きのカスタム、通常のいたずら顔に対しての右向き、そして困り眉ですね。真ん中は通常の怒り顔に対しての右向き、そしてこちらも困り眉。目のデカールが違うのでだいぶ雰囲気も違いますけどね。口の形を見ていただければ、元の造形自体は同じものだと分かってもらえると思います。そして通常困り顔、右向きの困り顔、そして困り顔なんだけど怒り眉ですね。通常の目つむりに対しての困り眉の目つむり。いや、このフェイスパーツの種類プラスメガネのありなし、そしてメガネのリムの色などなど組み合わせていくとね、かなりの数のバリエーションが出来上がると思います。後ろ結びのメガネなしだとこんな感じです。そしてフェイスパーツはカスタムの横向きですね。メガネをつけるとこんな感じです。三つ編みでカスタム左向き顔だとこんな感じです。どれもいいよね。はい、メガネ付きだとこんな感じになります。タマちゃんみたいだね。限定版の方は怒り顔パーツつけるとさらにギャルっぽくなるかな。こんな感じ、メガネなし。アンダーリムのメガネつけたらこんな感じになります。ギャルっぽさが一気になくなったね。後ろ結びでカスタムフェイスパーツ横向きだとこんな感じになります。ぐるっと怒り顔似合うな。限定版メガネをつけるとこんな感じです。キラン。三つ編みでカスタムの目閉じパーツだとこんな感じです。メガネをつけるとこんな感じです。はい、というわけでね、バリエーションの中から一部だけ紹介しました。こんな感じでね、組み合わせは幾通りもあります。ポーズをつけるとこんな感じです。
大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。 HG144 分の1ガンダムと比べるとこんな感じ。今回の高梨こよみちゃんは素組みの段階で特に限定版の方、これはちょっと塗装必要だなと、素組みの状態ではあまりにものっぺりしすぎだなっていう感想だったんですけど、やっぱりね、塗ってみて正解でしたね。特に髪の毛ね。そして通常版の方もやっぱり塗れば生き生きしてきますね。うん、命が吹き込まれた感じがします。それ以外にも萌え袖の白とか、メガネのリムとかね、パチ組派にはちょっと物足りんキットになるかもしんないですね。まあ、不満箇所を挙げるとすれば、萌え袖のジョイントですね。このパーツ、ここがね、もともとこの肌色パーツで軟質部品なのでね、塗料が乗らない、うん、なのでね、できればね、このパーツ自体を白成形にしてほしかったっていうのがありますね。まあ、個人的に不満だったところはそれぐらいかな。あとはね、すこぶる良い出来だと思います。はい、あとは転売屋対策としてことぶき屋さんの方でね、かなり頑張って増産してくれてたみたいで、結構潤沢に出回ってるようです。今店頭になくても随時生産していくみたいなので、慌てて転売屋から皆さん買わないようにしましょう。はい、今回の動画はそんなところですね。一段のまどかさんの動画も合わせてよろしくお願いします。いや、ここまで来ると三段りつかちゃんの到着が楽しみで仕方なくなりますね。はい、では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。